最近のフジテレビ、各方面からの嫌われ方がすごい。ということで見ていたと思います。皆さん、フジテレビは好きでしょうか？フジテレビといえばね、ちびまる子ちゃんだったり、サザエさんをね、やっていて、他にも面白い番組もやってると思うんですが、そんなフジテレビが最近、すごくやらかしているそうで、例えばこちらですね、フジテレビ新人アナを先輩アナがいじる動画に賛否。ということで、こちらはフジテレビの目覚まし土曜日で7月、新人アナウンサーの上垣アナがお天気キャスターとしてデビューした時の放送回、その CM 中に上垣アナ、先輩アナウンサーから着ていた27時間テレビの T シャツについて、すごい似合わないね、 T シャツが似合わないといじられ、上垣アナは個人的にはすごく似合ってると思ってましたと返答し、別の女性アナがいいよその調子大事大事と返すと、上垣アナはこれを着て提供読みもありますもんね、似合う男になりますと返し、さらに別の男性アナウンサーが23歳なんだよね、西暦何年生まれと質問し、上垣アナが西暦2001年と答えると、信じられない絶対嘘つきだよと反応。こちらの映像が YouTube の目覚ましメディアというフジテレビの目覚ましテレビの公式チャンネルに投稿されてるんですが、このシーンが SNS で拡散され、これはいじめだだったり、これを面白いと思って公開したフジテレビがおかしいと批判の声が相次いでるみたいですね。どうやら上垣アナは4月には明石家さんまさんの番組で新人アナとして出演し、年齢に似つかない貫禄もあって、さんまさんからベテランだったり入社15年目といじられていて、今回の先輩アナウンサーのいじりと比較され、さすがお笑い怪獣、愛のあるいじり、それに比べて先輩アナのいじりは嫌な感じがするとも言われていますね。まあ、YouTube の動画が残ってるんで、先輩アナのいじり見れるんですが、まあ、この上垣アナといじってる先輩アナの関係性がわからないんで、いじめかどうかはわからないんですが、まあ、よくありそうな、先輩がよく知らない後輩に対して、この後輩よくいじられてるから、自分もいじってコミュニケーション取ってみようかなみたいな感じなんですが、まあ、ここだけ切り抜いたら確かにね、なんか嫌な感じの先輩のおもんないいじりやな、みたいな感じにもなりますね。まあ、フジテレビの27時間テレビの番宣のね T シャツを着てるんで、上垣アナ、それを似合わないはちょっと理不尽やろとは思いましたけどね。でこの炎上に対し、さんまさんもラジオで言及したそうで、オンエアじゃないのかと CM 中のやり取りだったことに驚き、なんでそんなもんあげてんやろうなと言い、テレビ局があげてんねやったらわかりそうなもんやのにな、面白いと思ったのか、あのベテランに見えるアナウンサーをフジテレビさんが売り出そうとしたのかなといった感じで、オフ中のやり取りを投稿したことを不思議があったみたいですね。でフジテレビの目覚ましメディアも声明を出していて、現在 YouTube 動画上垣幸太郎アナ目覚まし土曜日お天気キャスターデビューについて多くのご意見をいただいております。この動画は今年7月に目覚ましメディアが公開したもので、内容は上垣アナが初めて生放送でお天気キャスターを務めた際の映像です。上垣アナの奮闘ぶりを伝えたいということで、オンエアされていない CM 中のやり取りを制作側の判断で編集し公開しました。この動画を公開した当時から多くの方に視聴していただいておりますが、公開から3ヶ月が経ち、厳しいご意見など様々なご指摘をいただくようになりました。私たちは今回寄せられたご指摘を真摯に受け止め、今後はより一層コンテンツ制作に留意してまいりますと言っていますね。フジテレビの倫理観の露呈とかも言われてるんですが、もうやっぱ CM 中のね映像は誰々さんの意外な優しい一面とかね、もうプラスになること以外はあげない方が良さそうですね。でさらに次のフジテレビのやらかしはこちらですね。大谷翔平、フジテレビのインタビューを拒否ということで、こちらはワールドシリーズでドジャースがヤンキースに4勝1敗で勝利し優勝を果たした際、ドジャースに所属する大谷翔平選手に対しフジテレビがインタビューしようとしたところ拒否されたというものですね。フジテレビの中継では同じくドジャース所属の山本由伸選手のインタビューは映し出されたそうなんですが、大谷選手の独占インタビューは放送されておらず、さらに大谷選手は NHK のインタビューには2度応じていたそうで、まあ、フジテレビのカメラに近づいてきた大谷選手が、もう優勝後とは思えない嫌そうな顔をして反対方向に帰っていくという映像がね SNS で拡散され、まあ、これが大谷選手がフジテレビの取材を拒否したのかは定かではないとのことなんですが、別アングルの映像ではそこにはピンク色の服を着た元プロ野球選手でフジテレビのクイズヘキサゴンという番組にも出演していた元木大輔さんが大谷選手に手を挙げてアピールしている様子も映っていて、まあおそらくフジテレビだったり元木さんを拒絶したんだろうなということが伺えるみたいですね。まあフジテレビは以前ね、大谷さんの新居を晒して大谷選手が住めなくなったということもあったんで、まあ嫌われてるでしょうし、元木大輔さんもどうやら2月にドジャースの現地取材を行った際に自身のインスタグラムに大谷選手のものと思われる車の写真をアップしたそうで、その投稿に対し晒したらあかんやろ
と指摘するファンもいて、その投稿は削除したそうなんですが、それもあって元木さんも大谷選手に避けられてるんじゃないかという意見もありますね。この件に関しては元木さんがインスタで説明していて、2024年2月アリゾナキャンプにて大谷選手のスポンサー提供日替わりポルシェと連日様々なメディアで取り上げられており、私も現地クルーに撮影許可を得て同様にインスタグラムへ投稿をいたしましたとのことで、現地クルーには許可はもらっていたみたいですね。まあなんで大谷さんのあの顔はやはりフジテレビに対する顔なのかなといった感じですね。でさらにこのワールドシリーズの開幕前日の大谷選手が出席した会見で、大谷さんの新居を晒した報道に関わっていた富士のロサンゼルス支局長が他の報道陣をかき分けて大谷選手に強引にマイクを突き出し、警備員から羽交い締めにされていたことが報じられましたという記事もあって、大谷さんの家を晒してドジャースからフジテレビが出禁を食らったみたいなのも言われてましたが、それがあってもなお強引にマイクを突き出し警備員に羽交い締めにされていたみたいですね。まあ、それは優勝後の大谷さんもあの顔するよといった感じなんですが、もうこれに対しても厚顔無恥、全く反省していないだったり、それは12億の豪邸を晒されて住めなくされたんだから怒って当然、フジテレビは大谷に二度と近づくなという意見がありますね。もうワールドシリーズの優勝直後なんで、もう大谷選手もね、テンション上がって、今日ぐらいはいいかみたいな、なりそうな気もするんですが、それでもね、この顔するってことは、もう相当フジテレビが嫌いなんですかね。で、この件に対し、有吉さんもラジオで言及したそうで、ワールドシリーズ制覇の裏で、ジャイアンツの元木さんがね、大谷さんの愛車を勝手に写真に撮って、インスタに載せて、優勝の瞬間ね、フジテレビ、元木さんがインタビューさせてくれって言ってたんですけど、大谷さん、フジテレビクルー元木を見て、すっごい嫌な顔して、ダメだダメだ、拒絶ということで、まあそりゃそうだよな、と爆笑。そもそもさ、フジテレビがさ、大谷の買った家をさ、勝手に写して、こういう家です、って紹介して、まずあれが激烈に悪趣味じゃん。それでフジテレビと大谷の関係が悪くなって、大丈夫なんかなと思ってたけど、フジテレビ独占放送になってね、運よく掴んできたんでしょうけど、そしたらあのざまですよ。元木さんもさ、どう思ったんだろうね。うわ、大谷の車じゃん。インスタにあげよう。だって。それって普通の感覚じゃ絶対に、てんてんてん。野球の後輩だから、かな。まあ後輩だからいじっても大丈夫だろうみたいな。もともとお調子の人だからな。巨人のヘッドコーチもやって、名ヘッドコーチだ、みたいな感じで、人望もあってみたいな。そういうの下手から、あれ?と思ってたんだけど、やっぱりやってくれたね、元木さんは。ありがたいね。ヘキサゴンの元木さんだったな。っていう安心感はあるわね。と言ったみたいですね。まあ、どうやらワールドシリーズはフジテレビの独占放送だったそうなんですが、出演する側の有吉さんもフジテレビの批判するんですね。で、さらにフジテレビは他にも、横浜 DeNA ベイスターズとソフトバンクが戦った、プロ野球の日本シリーズの生中継を他局が放送している裏で、昼間にフジテレビが生中継したワールドシリーズのダイジェストを放送。これに対し日本野球機構 NPB はフジテレビに支給した日本シリーズの取材パスを回収し、事実上の出入り禁止処分を行ったと報じられていますね。まあ日本シリーズをやっている裏でわざわざワールドシリーズをぶつけてくるなということなんですが、まあ、この処分に対しては何を放送してもそれぞれの放送局の勝手だからやりすぎではないかという意見もあるんですが、 NPB にも出禁にされ、大谷にも出禁にされ、リスペクトの気持ちに欠けるメディアなんだろうなという意見もありますね。もうフジテレビ野球関係で日本野球機構からも嫌われてしまったみたいですね。まあこういった感じでフジテレビ最近嫌な話題が続くんですが、さらにこういう悪いニュースは続いちゃうみたいで、フジテレビのドッキリグランプリという番組で不祥事故タイムマシーン3号山本浩二さんが除骨骨折してしまったそうで、このニュースに対してもまた富士かと言われていますね。まあこれはフジテレビだけでなくね、ドッキリ番組の怪我たまに聞きますけど、やっぱなくならないんですね。まあこういった感じでもうフジテレビがすごい悪い話題が続いて嫌われているみたいですね。もう批判の声も多いんですが、まあそれでね、フジテレビの家を晒す行為に抑止がかかるんならいいのかもしれませんね。もう出る側の有吉さんでも大谷さんの家を晒すのは悪趣味って言ってましたからね。まあ特に大谷さんの家を晒してからフジテレビへの批判が強くなったかなと思ってるんですが、もう今後もね、フジテレビは大谷さんとの仲がね、治って取材することができるのか、フジテレビは改心して有名人の家を晒さないようになるのか、見守っていきたいですね。以上です。